はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、アズレンというわけでアズルレンの実況をしていきたいと思います。今日はですね、まあイルエントが今来てるんですよね。あ、これじゃねえやこれログイン緑シーズン。とりあえず新しく鏡面の、これ鏡面じゃねえや、うん、鏡映らし移植前編、これはね復刻イベントなのかな、多分なのかな、だと思います。多分ね、復刻開催と。でテルピッチグナイゼナウですね。これでですね、私前回手に入れられなかったドイッチュラントをなんとかゲットしたいと思います。うん、あとはなんかまあいろいろ来てます適当かよみたいな。ちょっとね、だいぶヘロヘロなんで。おお、先行実装。そっち優先でいいかな。まだね、U813聞いてないんだけど。で、確かまだ建造中ながらね、これと一回開けて、マーミーさんの V 様の追加されてませんね。はいはい。はじめまして、指揮官。はじめましてではない。君はこの艦隊の。どうもどうも。ん？はい。いや、指揮官。いや。というわけで、今、ドック一上げてきたんですけど、ちょっと拡張したんですね。230、あ、ダメだ。足りない。せめて10連して。ママ、なぜいつも怒ってるって？今、怒っている。とりあえず、あー、ブリ欲しいな。待っちゃおうか。エクセター。あ、失礼。なんか今、ゲフ化した。あんまり体調が良くなくて、ね、で検討しましょうか。さあ、ロンドン級の末っ子プシャー。お、 Z35 ちゃん、ボイスがない。フィンちゃんらしいです。はじめましてじゃない。ヘルマンキュンネ誕生しました。キュンネちゃん、確かに全然とつれなかったから、前回ねしっかりとつってきた。ん？いや、指揮官。あよ、ここはと、ロンドン級の末っ子、シロップさん。ボイスのチャンス。新たにあなたの。はい。まあ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 。で、結局、ドロップするのかな？けど、ずっとね、だいぶイベント出遅れてるんで。何日なの？7月15日。ああ、全然2週間以上ね。51。ね、図鑑本数とか特に増えてなさそうですね。うん。なるほど。あ、で、あ、70%いくらかちょっとね。まだ増えたから、284人が増えてますね。69% か。70% 以上はキープしていきたいですよね。っていうか、まあ、なんなら 100% 目指していきたいと思ってますんでね。まあ、引き続きって感じですね。まあ、今回はね、鉄血軍団なので、鉄血関連のこう埋めたいよね。この辺か、鉄血関連。うん。うん。多分、まあ、どこだ、243かな？てか、この辺とりあえず、アドミラルヒッパーじゃねえや。マグネットの隣かな。あたりが多分、まあ、ドイッチラントなんで、ドイッチラントはね、着せ替え手に入れたんだけど、ああ、ないというね。ああ、こっちか。新規だね。なるほど。OK。ってわけで、ね。何がねだって感じなんですけど。まあ、全然喋れないんで今日はね。ハードドにしていきたいと。Z16。Z16？ レベル上げてないとこ行くよね。あ、Z19 か。どんな能力もきっと役に立つ。あの時はね、ドックに余裕がなくてね、ルートできてないとこれができなかったんで、していきたいですね。まあ、前回やりながら鉄血軍団のは、あれをやっていきたい。ルートスケープか。あー、なるほど。なるほど、なるほど。
まあでもね、ダイヤはね、やっぱり無課金だとね、あんまり使い切れないんだよね。まあ、着せ替えに使いたい気持ちもいっぱいあるんですけどね。クラインアップめっちゃありますね。いいですね。あと一覧というのは、あのイベントで宝石ゲットしてたので持ってます。毎度ありだにゃー。よいっす。こんな感じで、じゃあね、イベントね、楽しんでいきたいと思います。お疲れ様でした。おやすみなさい。バイバイです。